シェリーチャンネル。こんにちは、シェリーです。今日はお友達 VTuber の白木恵美ちゃんへバースデーイラスト描いていきます。まずアナログで描いた下書きを取り込んでレイヤーを上に追加、 G ペン太さは 2.0 で描いていきます。描くったら描きます。用紙のサイズは 1000×1000、 解像度も1000で統一して描いています。もうここはひたすら描き描きです。どん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 描くったら描く、なぞるったらなぞる。もうここはですね、お好みで強弱もつけていただきながら、ひたすら描いていきます。こう途切るところがないように気をつけながら描いてるんですけど、どうしても癖で画面がくる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 と寄ってる方いたらごめんなさい。あとね、たまに指がつるのでグッパグッパしたりとか、指の運動も忘れずに入れていきたいと思います。多少かぶってもですね、後で消していけばいいので大丈夫。もう気にしないで描くったら描いていきます。ちょっと手のサイズを変えたかったので下書きを切って調整しました。レイヤーは別にセットしてあります。レイヤー別でセットしとくと、動かしたりとか、あと今みたいに形をちょっと変えたりとかするのにもとっても楽なので便利です。アクセサリーもどんどん書き込んでいきましょう。あくまで私はという形で書いておりますので、多少違ってもそこはご了承ください。好みがね出てくるから、あと書き方の癖とかもありますよね。はい、ではどん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 進めていきます。目も少しこだわりたかったので、下書きとはちょっとねずれるところはあるんですけど、そこを調整しながら線が進めていきます。でここで片方の目だけちょっと調整したかったので投げ輪で囲んで移動変形させております。コツってわけではないんですけども、目だけレイヤーを変えておくととても便利だと思います。ただあんまりその大きくしたり小さくしたりしすぎると、少し線がぼやけてしまうこともあるので、気になる方は下書きの時の微調整に使ってください。上からなぞればね、多少のぼやけたところはなんとかなるので大丈夫。さあ、あとは線が完成したので着色どんどんしていきます。はい、くるくる回しながら下塗りを進めていきます。モデルさんがいるときはレイヤーを分けて事前にね色を出しておくと便利です。紙レイヤーの上に新しいレイヤーを一つ作ってクリップ、その線画を同じ色で塗っていきます。もうあとはどん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 レイヤーごとに塗って塗って塗りまくる。もうひたすら同じ作業の繰り返しですね。はい、ひたすら塗っていきます。で、横からスポイトで取ると早いでしょ。レイヤーの数が多すぎると重くなってしまうので、少しずつまとめながら塗っています。もうこれも好みです。ここからは影をつけていきますね。今回は自分のパレットから塗っておりますが、これもモデルさんから抽出した色で塗ってみてもいいと思います。で、こうパキッと塗るのも好きなんですけど、少し境界線をぼかして塗るのも、最近私の中で流行りでございます。その時に使うのはぼかしツールではなくて消しゴムのツールを使います。まず消しゴムでエアブラシを選択します。70と表示されているところですね、少しいじってグラデーションになるように消しゴムで消す。新規レイヤーを作成してクリップ、エアブラシを選択します。消していない方が影になるので濃い色を選択してブラシで着色します。ブラシで消すだけでも、十分
グラデーションになりますし、濃い色を足すとまた深みが増しますので、ここもお好みでやっていただいたらいいかなと思います。ここからは同じことをひたすら繰り返していきます。ちなみに着色の時に使っているのも G ペンです。エミちゃん全体的にですね、髪にグラデーションがかかっているので、ここでふわっと入れていきます。自動洗濯は魔法の杖みたいな形のアイコンになりますね。それを使って洗濯して、影をつけてみました。同じことを繰り返していきます。影の先端を軽く削るといい感じにグラデーションになりますね。はい、今回またリボンも同じように影をつけていくんですが、濃い影と薄い影と作りたかったので、ブラシ自体の濃さを薄くして塗っている箇所があります。あと明るいところも少しブラシで足しました。はい、こちらも境界線を少しぼかして、どんどん塗り進めていきます。濃いところは上3にしました。中央がスクリーンですね。下が加算になっております。スクリーンとちょっと迷いました。光の加減がありますので、加算の方が少し明るくなります。本当にこれは好みなので、ご自身の好きなものを見つけてもらえたら嬉しいなと思います。今回はブラシでふわっと入れました。目のハイライトは線画の上に新しいレイヤーを作成してつけていきます。グレーのところにはですね、薄紫をブラシで薄く入れると、綺麗さが増すと思います。影をつけてから影レイヤーの下に新規レイヤーを作成、そこにちょっと明るい色を足していきます。アルミの影も、全くのグレーというよりは少し、紫がかったグレーで塗っております。少しだけエアブラシで、グラデーションかけて、消しゴムで境界線を消してみました。あとはハイライトをお好みで入れてください。どんどん塗り進めていきます。全体を確認して背景を選んでいきます。どれがいいかなと迷いました。可愛いのを選んで、あとはハッピーバースデーと文字を入れたら完成です。エミちゃん本当におめでとう、ハッピーバースデー。あとはサインを載せて完成。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。 Thank you! バイバイ!